羽生結弦の東京ジャックにファン大興奮。街頭ビジョンや巨大広告に次々登場。羽生結弦、故郷仙台の魅力を東京で熱狂的にプロモーション。フィギュアスケート界のレジェンド、羽生結弦が故郷仙台の魅力を東京で積極的にプロモーションしている。10月31日に都内で行われた仙台未来創造フォーラムに合わせ。 渋谷センター街など3カ所の街頭ビジョンで放映されている観光 PR 映像は多くのファンの間で大興奮を巻き起こしている。ハブが、ただいま仙台というコンセプトのもとに仙台市の魅力を紹介しているこのプロモーションは6日までの期間限定で行われており、15秒の動画が1時間に2回流される形式となっている。ポップアップ型ショールーム、結ぶでの展示も大反響。 結ぶというポップアップ型ショールームでは、だてな仙台いいものいい旅フェアが開催されており、5日までハブ直筆のノートやポスター、等身大パネルなどが展示されている。仙台市の担当者によると、開店前から行列ができるほどの盛況ぶりだという。また、SNS 上でも、見に行きましたといった声が多く上がっており、ハブの存在が多くの人々に影響を与えていることが伺える。 CS テレアサチャンネルの巨大広告もファンの注目を集める。CS テレアサチャンネルは、4日と5日に予定されている羽生譲弦の単独アイスショー、イヤーラハニーアイスストーリー NDRE、プレイツアーの埼玉公園に関する巨大広告を東京駅丸の内地下中央口付近に掲載した。この広告を見に多くのファンが訪れ、広告の前で写真を撮影する姿が見られた。 ハニューの存在感は東京各所で確認できる。ハニューの存在感は東京各所で確認できる。その人気は依然として切大であり、彼の故郷である仙台の魅力を積極的に東京でプロモーションする姿は多くのファンの心を捉えて離さないようだ。ハニューの東京ジャックは、彼のファンにとって喜びに満ちた特別な体験となっているようだ。ハニューの東京ジャックとは、 羽生結弦の東京でのプロモーション活動は、彼の地元である仙台の魅力を広めるだけでなく、彼自身のファン層の拡大にもつながっている。彼のファンは彼のパフォーマンスに感銘を受け、その個性と情熱に惹かれている。そのため、彼が関わるあらゆる活動は彼のファンたちにとって興味深いものとなり、彼のプロモーション活動も大いに注目を集めることとなっている。ハブの影響力は、スケート界だけでなく、 多くの人々に及んでいる。彼の持つカリスマ性と、世界的に認められる才能は、彼の故郷のみならず、全国的、さらには国際的な注目を集めている。彼が東京で展開するプロモーション活動は、彼の地元である仙台の観光振興だけでなく、日本全体の観光業にも好影響を与えることが期待されている。ファンからの反応。羽生譲弦のプロモーション活動に対するファンからの反応は、 熱狂的なものである。SNS 上では彼の活動に関する写真やコメントが数多く投稿され、彼のファン層の幅広さが伺える。彼のファンたちは彼の活動に対して積極的に関わり、彼の情熱と才能に対する感謝の気持ちを表明している。また、彼の故郷である仙台の担当者からも、彼のプロモーション活動に対する大きな反響が報告されている。彼のプロモーション活動は、 仙台の観光業に活気をもたらすとともに、地元の人々にも誇りを与えているようだ。羽生譲弦の東京ジャックは、彼の地元である仙台の魅力を広めるだけでなく、彼のファン層の拡大にも貢献している。彼のプロモーション活動は、多くの人々の注目を集め、彼の持つカリスマ性と才能は、彼の活動を通じて全国的、さらには国際的な注目を集めている。彼の活動は、 日本全体の観光業にも好影響をもたらすと期待されており、彼の地元の人々にとっても誇りと喜びをもたらしているようだ。